はい、FF5 の続きをやっていきたいと思います。前回はレナが次元の狭間からね戻ってきて我々の仲間に加わってきたというところでね終わってますね。はい。で、前回の段階でですね、半島が沈んでね、バハムと復活した時に半島が沈んだので、飛空艇がここまで流されてきます。これがですね、古代図書館があった場所で、ここに飛空艇が流されてきています。はい。で、ちょっとここからイベントが始まるので、しばしお待ちください。で、実はですね、これ以降ラストダンジョン、まあ、次元の狭間っていうね、ラストダンジョンに、いつでも入れるようになります。このレナが言ってるように、対空城があった場所に、この飛空艇で突入すると、次元の狭間に行くことができます。ですが、今行っても、まだね、いろいろやりたいことあるので、まだ行きません。まあ今行ってボスにね、戦いを挑んでもいいんですけど、まあね、ちょっと他にもラーニングとかね、いろいろやりたいからね、そっちをやりましょう。はい。で、飛空艇が飛び立った一方で、これがね、X ですがね、着々と無の力を手に入れようとしていますね。無の力、操ることはできぬのか？これならどうだ？無の力よ、我にその姿を見せよ。はい。行け、世界を破滅させよ。その姿を見せてやれ。はい、どうも本当にちょっとずつ操れるようになってきてますね。といってもなんかピンポイントで狙ってるわけではなさそうですね。世界に無を蘇らせてるだけっぽいですね。なので、あの、本当だったらね、バッツをピンポイントで狙えばいいかもしれませんが、そういうこともどうもできないので、こうやってやたらと適当に街を消していってるだけですね。先ほどがボルスで、これがイストリーの村かな。街が海に吸い込まれていく。 X です、やめろ。はい。これがですね、モーグリの村かな。はい。可愛らしいモーグリたちも海に吸い込まれていきます。もうこの叫びが悲しい。そして これはね、あの、今回の実況では全く触れなかったんですが、これバッツの生まれ故郷でリックスの村って言います。バッツの生まれ故郷すらも無に飲み込まれていきます。はい。これバッツ、これ見てただろうな。これ精神的にきついですね。これひどい。バッツの故郷、リックスの村も。こんなのって。はい。ちょっとバッツがね、自暴自棄になってしまってますね。ちょっと、個人的な意見だったけど、ちょっと本当に、気持ちはすごくわかる。わかるけど、これは本当に危ないですね。危ないし、この飛空艇が壊れたりすると、あのね、エクセスを倒しに行くこともできなくなっちゃうんで、ここはちょっと落ち着かせましょうね。バツやめろ。まあ、目の前でね、故郷が消えたわけですから、気持ちはわかりますけど、ここはね、エクステスを倒せば元に戻ると信じて、エクステス打倒を胸に誓いましょう。はい。で、一旦ですね、ちょっと蜃気楼の町というところに行きます。ここね、何もなさそうなんですけど、はい、こんな感じで敵と出会ったのかと思いきや町に入ることができると。はい。で、ちょっとね、一旦ここで、まず買い物をしましょう。ここでかな？はい。
まあ、隠し通路が思いっきり見えてますよね。で、実は向こうに、隠し防具屋があります。で、ここをこう押すと通れるようになると。はい。よいしょ。あら。反応したね。で、ちょっとね、売るものは売ろう。はい。これは使わない。風切りの刃も使わんやろ。グレートソードもいいね。で、癒しの杖もいいね。他に売るもの。ゴールドシールドももういい。大地の衣もいらないし、忍びの衣ももういいな。はい。これもいらない。パワーリスト。使わない。こんなところかな。ダンシングダガーも特になくていいかもしれないけど、まあいいでしょう。はい。で、これです。エルメスのグッズ。これが欲しかった。これも、ラミアンティアラ持っとこうかな。いや、他に回そう。はい。このエルメスの靴はですね、非常に強力で、これを装備すると、常時、ペースト状態になります。これね。で、ペースト状態になる上に、さらに、麻痺にも耐性があったかな。で、さらにこれ、レビテト状態になったっけ？うん。というわけで、非常に強力ですね。あ、ちゃ。ごめんなさい。防具屋にも、まだ用がある。ごめん。で、クリスタルの盾も買っとこうか。黒装束買えないな。なんか売れるもんあるか。ダイヤの盾いっか。んで、ダークマターもいいでしょう。グリーンベレーはもう使わないかな。よし。これで、黒装束を買っておきます。はい。ごめんなさい。ちょっとね、うっかりしちゃいましたが。でですね、じゃないな。このパブですね。まあ設定としてはこの新キロの町にいる人たちは古代人なんですが、まあ彼らはね、もともとずっと時が止まってたんですよ。ところがこうして時が動き出したっていうことで、これは実は無の力の復活が近いんじゃないかってみんな騒いでますね。はい。で、この人、この人からね、ちょっとクエストを受注しましょう。はい。いいものをやろう。でも、ただじゃな。そうだな。チョコボに乗って世界一周してきたらにしよう。はい。というわけで、チョコボに乗って世界一周をしていきましょう。ここで言うチョコボっていうのは、ボコのことです。実はここにね、黒チョコボもいるんですよ。ですけど、ここで言ってるチョコボっていうのは、ボコのことなので、ちょっとボコを連れてきましょう。あそこか。あ、ちなみにですね、ここが次の目的地ですね。孤島の神殿。どこだっけ？ちょっともうちょっと上か。ここかな？この辺ですね。はい。ここに飛空で止めると邪魔かな。ここにしよう。はい。では、世界一周の旅へと行きましょう。世界一周っていうのがね、ちょっとね、判定がどうだったかは今一つよく分かってないんですよね。どういう風に一周すればよかったかっていうのが微妙なんですが、確かね、普通に、始点と終点が揃ってりゃよかった気がするんだよな。こっちじゃねえな。いやー、こっちですね。ここかな。いやー、やっぱもう最近はもうだいぶ暑いですね。もうムシムシしてて、もうなんか
嫌ですね。うん、この梅雨の時期って本当に一番嫌い。あ、しまった。入っちゃった。しまったな。これね、世界一周の途中で、蜃気楼の街とかでこうやって降りちゃうと、もう一回やり直しになります。しまった。なので、もう一回やり直しですね。すいません。いやー、無駄話してるとダメですね。ちょっとね、他の実況者さんとかがさ、こう、なんかプレイしながら、こう、いろいろ話したりするけど、ああいう器用な真似がね、私はやっぱできないですね、なかなか。どっちかな？このまま、こっちに上がってきゃいいかな？はい。街入らないように気をつけないとな。で、ここかな？で、こっちだな。で、ここ通れるはずだから、確かね、チョコボで行ける程度の世界一周でよかったはずだから、あんまりほんとね、陸地ギリギリを通る必要はないはずなんですよ。確かね。間違ってたらごめんなさいなんですけどね。うん、ここに飛空艇がある。だったら、あとは同じコースを通ればいいだけかな、あとは。いやー、今こうしてる間もね、すっごい暑いですね。なんかもうパソコンとかがオーバーヒートしたらどうしようとかね、いろいろ考えるんですけど。こっちかな。よし、これでいいでしょう。で、念のために蜃気楼の街は一旦スルーして、確実に一周してきたってことにしたいな。よし、これでいいかな。これでいいと思うんですけどね。まあダメだった時はもう一回やり直しましょう。カットしてね。おい、おっさん。よし。はい。というわけで、この人から、ミラージュベストをもらいます。このミラージュベストは何かっていうと、一度だけですね、敵の物理攻撃を受け流すことができます。ですが、確かこれ、プレステ版でもできたと思うんだけど、このミラージュベストの、その、物理攻撃を一回だけ無効化する効果っていうのを、言ったら復活させることができるはずなんですよ。なので、もしかしたらこれは最終装備の候補に使うかもしれませんね。ちょっとね、この今歩いてるおっさんが邪魔なんですよ。ほら、あそこに黒チョコボいますよね。はい。で、これ回復の壺だからスルーして。確かね、ここもね、次元の狭間に通じてるはずなんですよ。はい。捕まえた。よし。今回結構うまくいった。これね、やっぱね、黒チョコボ掴めるの結構大変でね。前なんかね、2、3分ずっとやってた時がありましたね。じゃあちょっとこの足で、ムーアの村行こうかな。本当は乗り物を全部ね、一箇所に集めておきたいんですけど、ムーアの村どこだったかな？どこだ？あそこかな？ピラミッドのさらに西かな？ここ通れるかな？あ、無理か。この辺じゃないかな？多分この辺りに。うん、もうちょっとか。いいね。やっぱ山を越えれるのはいいね。はい。これがピラミッドで、ここだな。はい。よいしょ。はい。で、このムーアの村の、
この実況でやったかな、ちょっとね、また覚えてないんですけど、ここのね、この小屋がね、前来た時はここ鍵が閉まってたんですけど、今実は開いてるんですよ。で、そうすると、こう隠し通路があって、ここにジジイがいると。で、このジジイに話しかけると、坊主、よく来たな。ここまで来れたってことは勇気があるんだろう。が、単なる強がりかもしれん。ま、そんなことは自分自身で決めることだ。自分で勇気があると思うならば左の箱を。臆病と思うなら右の箱を持っていけ。どっちか一つじゃぞ。はい。で、私は臆病者なので右の箱を選びます。はい、チキンナイフ。チキンな私にはぴったりです。で、おじいさんの正体は骸骨でしたと。はい。でですね、これは結局何かっていうと、このチキンナイフじゃなかった方にはブレイブブレイドっていうのが入ってまして、これはね、今回の実況ではまず使えないですし、でそもそもこんだけね、トンズラしてたら、あの、攻撃力だいぶ下がってるはずなんで、そうなんですよ。このチキンナイフとか、ブレイブブレイドっていうのは、逃げた回数に応じて攻撃力が変動するんですね。で、チキンナイフは逃げた回数だけ攻撃力が上がっていってるんですよ。で、ブレイブブレイドは逆で、逃げると攻撃力が下がる。で、これがですね、実はゲーム開始した直後からそうなってるんですね。なのでちょっとね、ブレイブブレイドは今回の実況ではね、やっぱ役に立てないですね。しまったな、飛空艇がギードの祠のところにあるから、あれを取りに行かなきゃな。とりあえず一旦蜃気楼の町まで行って母校で行くか。はい。ではですね、一旦、ここでね、ラーニングをするんですけど、これがうまくいくかどうかですね。さて、ラーニングがうまくいくかな？何をラーニングするかっていうと、幻の青魔法と呼ばれる、マイティーガードですね。もしかしたらまだ早いかもしれない。今の私の力では、マイティーガードをラーニングするだけの実力がない可能性はあるんで、ちょっと今回ラーニングできるかどうかは、若干、微妙といえば微妙。こっちでよかったっけ？違うな。おっと、間違ったな。こっちじゃねえ。これ、ここが対空で、ここが次元の狭間の入り口ですね。こっちだ。じゃあ、こっちだ。本当に世界が繋がったことによって、これだけね、自由に行き来ができるようになったわけだ。よいしょ。はい。では、北の山がこの辺だから、カーウェンの、ここですね。はい。ちょっと一旦ここでセーブさせてもらいます。ついでにちょっと装備を見直すか。これはこれでいっかな。ボーンメイルだと回復は厳しいかもしんないな。悩むとこですね。黒装束に変えとくか。じゃあ一旦セーブしよう。ちょっとね、ほんとうまくいくかどうかが微妙だし、多分ね、しばらくさまようと思うんですよ。エンカウントがなくて。狙ってるモンスターってのがね、すっごいレアモンスターで、このカーウェンの村カーウェンの町だっけの、この東にあるカーウェン湖っていう、まあ湖なんですけど、ここか、ごくごく一部の海域でしか出現しない、そんなレアモンスター
が今回のターゲットです。お前じゃねえ、お前らじゃねえ。はい。で、結構なんか蜃気楼の街で買い物をしてお金がもうほとんどないんですけど、あの海に出てくる敵がね、結構金持ちなんですぐ溜まりますね。この狭い海域だからな、海域ってかまあ湖だけど、ここでね出会おうっていうのがそもそも難しいんだよな。来た来た、よし来たべー、来たー、やったー、やったけどこっからどうするかだな。こいつ強いんだよ。ハリセンボンかな、やっぱりハリセンボン。でもだいぶ削んなきゃいけないけど、これと長いぞ、この戦いは。いやー、やっと来た。あとはこいつを始末するだけだけど、それが結構大変。わかります？ヘイストの状態でこいつと対等の素早さなんですよ。やべ、回復した方がいいかな。次ヒレってのを食らっちゃうとね、毒になるんですよ。なので、本当はボーンメールでもよかったんだけど、やばい。ボーンメールにしてもよかったんだけど、ボーンメールだとね、回復が困るって思って、黒装束にしました。やべえ。やべえ。怖い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 。もうちょっと毒は諦めざるを得ないかな、これは。勝てるかどうか。もうちょっと、もうちょっといけるかな。やっぱ。ちょっと待った。エリクサーしよう。危ない。もうエリクサー変えるから。変えるからね、エリクサーはね。死んだら元も子もないんです。これね、打撃しかしてこないんだけど、それが結構怖いね。やばい。だからミラージュベストでもいいかなと思ったんですけど、私まだちょっとね、ミラージュベストの張り替えが慣れてなくて。痛いわー。しかしここまで来て負けるわけにはいかん。ここまで来て負けるわけには。ちなみにあいつを操った時にタイダルウェーブってありましたけど、タイダルウェーブするとね、スティングレイが回復するだけですね。もう今持ってるアイテムすべて使ってでも、ちょっとエリクサーを全部使ってでもいいから絶対勝とう。絶対勝とう。勝たなきゃ意味がない。絶対に負けられない戦いがそこにあるんだ。うん。やっぱボーンメイル外してあったのは良かったんじゃないかな。こんだけ回復しなきゃいけないってことは、ホワイトウィンドでは追いつかないだろう、結構。だって、HP が半分切ることも多いじゃん。ホワイトウィンドではちょっと回復量が追いつかないだろう、これは。うん。あとは、気をつけながら。危ない。あ、
とは本当気をつけながら戦えば多分負けることはないと思う。痛い。こいつね、HP がね、前回のメリュジーヌよりもね、1万ぐらい多い。3万あるんですよ。だから針千本で倒そうと思うと、要は、針を3万本。だから、簡単に言うと、30発ですね。やばい。ここに来て、相手も打撃が与え始めてるな。なかなか攻撃に、手数を避けない。やっぱエルメスの靴を捨ててよかったね。エルメスの靴がなかったらもっと食らってるもんね。危ないな。まあ怖い攻撃が特にないからね。他に結構針刺したよ俺。だいぶ針刺したはずなんだけど。まだですか。痛い。やばい。まあさっきのマイティーガードのおかげで物理に強くはなっているから、これやっぱボーンメールだったらやばかったな。絶対やばいわ。危ない。うぐっと、マジか。わかった、エリクサー使おう。 MP が尽きるか。見てなかった全然 MP。 まあエリクサーはね、さっきの蜃気楼のマシで確か変えたはずだから。で正直そんな使わないでしょ。回復するか。ああ、また間違えた。もういいや。もう間違えたけどもういい。それはもうしょうがない。だいぶ1個もったいなかったけど、さっきの1個は。よっしゃー、よしよし、やったぜ。はい、やったダーマイティガード、ラーニング完了です。ドッキシあったな。よし。よし、セーブしよう。はい、というわけで今回は、ここの辺で失礼させていただきます。次回ね、本編進めていきますか。孤島の神殿に行こうと思います。で、その孤島の神殿以降の本編はどうするかなんですけど、フォークタワーは攻略しようと思います。それ以降は無視かな。それ以降は扱わないかもしれないな。うん。はい、では今回はこの辺で、次回またお楽しみに。それではごきげんよう、さよなら。ありがとうございました。